さあほら笑い合おう。このチャンネルはモアイとマサヤのチャンネルなのだ。飲みたくないの？飲み足り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 ないと。さあ今夜も笑いよう、飲み足りないとです。はい、次これ悲しくなる回だね。悲しくなっちゃう。あれ、次恋愛、恋愛で。恋愛、苦手な分野だ。俺も。あ、あれ、あ、これは大丈夫。初恋はいつ？この番組で多分喋らんやつ。喋らんね、これは。喋らんね。初恋？初恋？どこから恋と呼んでいいのかな。質問でしたろ、なんかの初めて異性を意識した時か。愛ちゃんのことが好きで結婚するって言ったんよね。うん、ピカピカの一年生ガッとますぞ。これは違うよねっていう。違うよね。これ違うよね。うん、昔この CM あったなと思ったら、うん、あったけど。そうじゃねえな。恋って付き合った、え、付き合ったじゃなくて恋で。恋心。うん、ここで相川七瀬を歌ったらぶっ飛ばされるかな。うん、やめます、うん、ビーズだったら許してた。ああ、相変わらずあかんか。好きだよと言えずに初恋は誰の歌かしら。うん、村下幸太だった。まあいいや、古すぎてわからん。小2、でも俺なんかあれなんかあんじゃないかよ、ほら、うん、友達同士でさ、なんか好きな子とかいんのみたいな。ああ、はいはい。別にいないのよ。いないけど、なんかクラスの中で一番美人な子をちょっと、うん、あ、マドンナ的なね。そう、検索してなんとなく言ってみたの。検索して？検索っていうか、いや、頭の中だよ、頭の中。ああ、びっくりした。どうだ？あとブスしかねえなんてあるのか、堀越に通ってるのかと思った。ちょいや、あの、いや、まあ、そういう、だって俺小学生とか、いや、でも俺もう中学生ぐらいまで別にそんな、中1ぐらいまでそんな頭もね、うん、なんか別に恋愛だから知るかバカ野郎なって。ああ、だから今性欲強いんだ。あ、そっか。そのために鍛えてんだもんな、ちょっとな、つって、おい。いや、だからさ、俺の好感度がだんだん、あの、まあ、いいか、もうねえか。性欲は強いっすよ。うん、そう、別に性欲強いのと好感度は関係ないから。あ、そっか。うん、性欲強い人が好きっていう女の子もいるわけ。めっちゃ強いっす。はい、うん、本当強いっす。そのために下半身をめっちゃ鍛えてます。モアイセフレ募集中です。いや、いらないです。やめて、やめて、やめて。こっそり。誰かうちの相方と自然体に付き合ってあげてください。ありがとうございます。ガチデロを飲みながらやりましょう。よし、じゃあ、もう、初恋の話は終わりにして次行くぞ。いや、嫌なら次行きますけど。でも俺はね、あれですよ、あの、なんだろうね、小2か3の時かな、初めてあの女の子と授業中にちょっと文通をしてましたね。なんかいたわ、手紙を。ちょうど後ろの席だったから、なんか授業中に、ま、あの、俺その途中で回してって言われる。あ、回し役だ。あ、まあいいけど、うん、つって、あっ、なっちゃった、パーン、ちょうど後ろの席。
ちょうど後ろの席にいればよかったのにお前らってなんかちょっと思った、うん、なんか、うん、先生にぶん殴られたの今思い出したわ、うん、で同じ小学校に、うん、その子の弟もいた、うん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 、である日突然弟が俺のところにバーッと走ってきて、うん、お前うちの姉ちゃんのこと好きなのかって言われて、うわーうーわうーわうー最悪最悪最悪絶対絶対やつだもん、うん、どうしたのどうしたのって言われたっていう思いででなんか見ながらえ、まあ、あこいつのこと好きなんだってみたいな感じなんかすっげえからかれるとかそんなかった、うん、ああなかったなかった、大人の学校、うん、あ違うなそれな違うな違う、うん、いやいや俺らのとこだと、うん、なんか誰々が誰々好きみたいなのバレると、うん、もうすっげえからかわれたの、うん、大人の学校って言うとなんか、うんね、だからまさやくんの学校は大人の学校、うん、DVD のタイトルみたいになっちゃう大人の学校飲みたくないのえ やめようよそういうオツアリッツオツアリスと大人の学校みたいなのやめようよそんな多分検索すればあるよねあるよね大人の学校大人の学校私立さくらどえろ中学、うん、何その学校何その学校さくらどえろ中学だよ何それえ何ちょっと分かんない分かんない何それお前ら、うんうん、教室やなんだよ君ばっちゃん廊下やねえ、体育館やで、ね、お前口づけよするなよお前いいじゃねえか別によするなよお前廊下や教室や飲みたくないのやりたいだけだよまたこれどうしようやりたくなっちゃったそういう学校何正すのそうそうそう、うん、あれだよお前な、うんねうん、そういう時はなラブホテルを、作りなさい、ねラブのホテルな、うん、ラブホテルなパネルで選んでね、そしたら鍵が出るね。はい、次のテーマー。はい。あ、よかった。次一番嫌かも。面白。ん？これ大喜利じゃないの？やだな。読みたくねえな。すげえ読みたくねえな。読みます？うん読みましょう。わけわかんない。悲しみの果てに何があると思いますか。面白かってこれか悲しみの果て。うん。メンブレ。メンタルブレイクじゃないですか。悲しみ。これじゃないですか。違いますかね。強いけどね。違うか。強いけどね。ごめん、響きだけ出ちゃった。うん、4文字なんだ、4文字なんだと思って。悲しみの果てに何があると思いますか。うん浜田翔吾の残骸かな、うん、なんかうもうおかしいであいつ悲しみの果てにみたいなやつなんかさありそうだもんありそうもうなんか歌が出てくるもん知らねえけど、うん、そんなのねえけど多分、うん、ねえけど、うん、悲しみは雪のようにはあったけどねそうだね、うん、今思いっきりそれで歌ったけどね、うん、
つなる夜に」っつってちゃったんだけど、その残骸があるよ、残骸がね、うん、残骸がね、浜田省吾、そう、雪に埋もれたサングラスがあるよきっと。もうだからあの昭和の歌手の残骸やね、きっとね、残骸だね、尾、ね、うん、崎豊とかその辺が、うん、悲しみとかよく使うから、そう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 、うん、そう、まあギリ平成でゆずかなその辺だな、うん、きっとな、うん、そのあのギター弾いて歌う的なあいつら、うん、あいつらがよく使うね、悲しみの傘とかいう歌があったら、うん、なんか、うん、寂れたフォークギターがあります、そうそうあ、それだそれだ、この傘はね、一人で使うにはとあの小さすぎるから見てな、なんかうるせえやつを歌うやつだ、ね、はい、ゆず好きだけどね、はい、次、うん、今回はいろんなところに敵を作っていくスタイルかな、ゆず、うん、ファンだぜ俺、結構飲みたくないのマジで、はい、次、悩み相談いいのかな、この2人に悩み相談して、酔っ払いでね、よいすか、こう分からんな、特殊な、タバコについてどう思いますか、私は10年以上タバコを吸っています、個人的には電子タバコとか吸ってるやつの方がめめしくて嫌です、電子タバコを吸うぐらいなら普通にタバコを吸うし、電子タバコを吸うくらいならタバコをやめます、うん、まあまあだから相談としてタバコについてどう思いますかっていうことなんですけども、はい、俺やめたからな、うん、やめた身としてどうな、いやーでもね、うん、なんか別に他のなんか俺はまあ酒を取ったわけなんですけども、うん、別に他のがありゃ別にやめれるけどねっていう感じではあるけど、うん、おめえが吸いてんなら勝手に吸えばっていう感じではある、うん、ただ俺の前で吸わないでっていう、うん、吸いやいいじゃん別にそんなうるさいこと言ってないでっていう、うん、と思うけどね、あ俺は吸わない、でももう吸わない、うんうん、ただ酔っ払うと目の前で人が吸ったらくれって言うらしいけど、ブレブレやんか年に 2,3 回吸ってるらしいのに全然覚えてない、うん、だから酔っ払って記憶がなくて家に帰ってきた時にポケットにタバコが入ってる時は、うんうん、なるほどね、まあまあでもこの人の相談はあれでしょ、うん、俺は吸ってるけどなんか電子タバコとか吸ってるやつは何なんすか、あんなの吸われたやつや、俺は紙タバコ吸ってますからどう思いますってことでしょ、そうでしょ、うん、うん、吸えば、うん、おめえみたいなものは吸えばいいんじゃないですか、うん、はい、だからスマドリをバカにするやつと一緒だろきっとあの令和の虎みたいになってきたけど大丈夫か、うん、おいおい、そういうことだろ、おい、なかなか言ってくれよ、おいな、答えろ、喫煙し始めて楽しいかいや、もともと捨てたからね、俺もね、うん、そんな責めるつもりはないんだけど、こういうことを言うやつは嫌いです、うんうん、でももうすぐタバコ吸ってないよね、吸ってないね、じゃあね、うん、タバコについてどう思いますかって言われて、僕はねあのねタバコを別に吸ってる人は周りにいますし、うん、嫌いじゃないですけど、こういうなんか考え方っていうかね、ここまであ言っちゃうんだっていうね、なんか電子タバコ吸ってるやつはカスみたいなね、いや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 、そこっちからしたらね、そんなこと言ってるお前の方がカスだから、わかる、えねえ、じゃあお前何あのねえ紙タバコ吸ってる俺かっこいい、電子タバコ吸ってるようなやつはめめしいって言うけど、じゃあもう普通に呼吸してる人はかっこいいね、呼吸器つけてる人はかっこ悪いって言うんですかあなたは、
ウセブスじゃないですかだって。ねえ。え、ここはあれですか、喫煙者を潰す番組ですか。何言ってんだお前。お前喫煙者潰すとか勘違いすんだよお前。暴言や。そうですよね。でもえ、やってたかって、うん、喫煙者を潰すっていう番組ですよね。いや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 。だいぶ論点ずれちゃってるから大丈夫お前。もう帰りまーす。もう。帰ります。喫煙者潰し楽しいか。いやキングになっちゃう、キングになっちゃう、乗り始めちゃうんだよ。だから相談の対象ならない、ならないよ本当にダメよ、うん、だから自分が好きなものを吸えばいい、ただ、うん、他のものを吸ってる人を下に見る必要性はないんじゃないですか。その通り、大当たり。だから俺はあれですよ、ノンアルビールとか飲んでる人も別に全然バカにしないし、うん、俺も飲むしたまに、うん、ただ俺は普段はめちゃくちゃ強い酒飲んでるのに、うん、飲み会になったら私菓子折りしか飲めないんですって嘘つこうのは嫌いだけど、ね、あ、それじゃ嫌いです、うん、それは俺も嫌いです、うん、てめえ焼酎しか飲まないっつったろ、うん、この野郎っつって、うん、そんなのねえ、あれだよ、社長も、ね、詰めてくるよ。なんだっけ、あ、谷本社長も詰めてくるからね、そんな。結局それって嘘ついて飲み会してるってことじゃないですか。嘘ついて楽しいですか。いや僕には嘘に聞こえますけどね、なんか全てが薄っぺらくて正直気持ち悪くて、こんなとこ座ってたくないんですよ正直。いやそんなこと言ったらね、田中さん俺は反対なのこれ。太陽さん、そんなこと言ったら依頼者かわいそうじゃないかそれ。いや、かわいそうって言うけど、そんなこと言ったらね、だってこっちは真剣にこういうの座ってるわけじゃないですか。いや、まあ僕は、うん、そんな、まあでもね、いいんじゃないかな。飲みたくないの。